めてくれ。この街で喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか、特にな。随分待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。ああ、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部ががん首揃えたお前を呼び出した理由分かるよな。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。理由がどうあれ、片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯一八年食えばことは収まる。俺に捕まれた。俺は誓って殺しはやってません。霊の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。空の一坪、道島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。それが親父さんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。
っちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんの。私、当店支配人の真島と申します。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろお客様は神様ですから。この町は牢獄や。極道に戻れるとしたら、お前は人殺せるの？誰をやればいいんや。巻き村、どこや。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。連れてけ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。なんなんやこりゃ。前あんたも死んどき。巻
雪村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。ふざけんなって、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。一晩中ネオンに彩られたこの街に集まる人や金、そこから溢れる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ。東城会が力で光り輝かせるこの街に私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生へ始末します。やつは立花おりませんでした。同時のように入り替えたけじめはきっちりつけさせます。極道ってのはな、最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。早く！下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。意識やめよ。殻の一坪は俺のこの手で差し出しますよ、親父。味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。もうみさぶちまけろ。待ってたぜ、キリア。ええミスやな、真島君。殺してあげるから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。人一人殺すこともできん。最低の殺し屋や。